い、どうもこんにちは、高橋です。今日も元気でいきましょうぜ。はい、今日の動画なんでしょう。サンリオキャラクター大賞クイズ。え、大賞クイズ、はい、うん、つい先日ですね、うん、サンリオキャラクターのランキングが毎年決まるんですけども、うん、はい、はいはいはい、今年が発表されまして、あ、ニュースでなんかやってた。あ、じゃあちょっと見て有利かもしれないですが、うん、ちょろっと お二人にはトップ10を僕があのキャラクター載ってるサイトを送るので、はいはいはい、はい、そっからトップ10選んでもらいます。はいはい、でもう順位も決めてもらいます。はい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 、あ、順位も選ぶの、はいはい、わ、俺ね1位だけ見ちゃった。わー、いいね。うん、ちょうどだから1位だけ知ってる。うん、でニュースになってた、うん、その例えば1位予想したやつが例えば5位だったりしたら、うん、4、4のズレってことで、うん、そのズレがより少ない方が勝ちということですね。なるほど。はあ、はい、ビタ当てしてかなきゃいけないな、ビタ当て、ビタ当てして、そうだ、近かったくてもいいけどっていうね。うん、でもキャラもね、はいはいはい、結構いるんで、そんなにまあその銃絞んのもむずいかもしれないですから、はい、なるほど。はい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 、でもまあ見たことあるのがまあ上位には比較的来るとは思いますけど、ね、なるほどね。はいはいはい、で今からサイト送るんで、うん、アイウェブ順になって横スクロールすれば出ます、はい、で下行くとね、今のなんか、どのキャラにアクセスが多いみたいなのとかちょっと載ってるんで、うん、ちょっと下の方は見ないでいただけると幸いです、うん、はい、そんなこっちに任せられんだ、その裁量どうしても勝ちたいなら見てもいいですけど、うん、すごい俺らの両親に問いかけて、どうしても勝ちたいからちょっと見に行くわ俺は見に行くなよ、止まれよ、さえ下の方は行くなって言われてんだよ、はい、今これでキャラクター検索モード IU 字になってますね、うん、こんないるのよ、キャラクターね。でこれ何、ね、どうすればいいの、ん、横だ1位、2位、3位アクセスランキングでから、ちょっと待って、意外と早い段階でアクセスランキングがあるから、下は行っちゃダメですよ下行っちゃダメだよ、右のみ行った方がいい、見ましたよこの人、計算今、いや、ちょろっとだよ、ちょろっとだよ、ま、大丈夫よ、そんな影響しないレベル、影響しないレベル、すぐ不正するから、違う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 、分かんないじゃん、だってさ、不正って言わないでよそれ、不正って言わないで、事故なんだから。キャラクイズもね、前メジャーなとこはやりましたけど、こんな知らないキャラいっぱいいるの、ね、すげえ、梅屋雑貨店とかさ、いや知らないのいっぱいいる、知った梅屋雑貨店、すごいね、へえ、あとあんのもでも、はいはいはい、多いのかな、確かにいっぱいんだね、すげえいっぱいいる、でも半分、半分ないな、見たことない方が多いな、多いね、サンリオでも俺幼稚園で多分行ってないよ、あのあそこ、あのないで、あ、うちも行ってないな、幼稚園で行った記憶あんだよ、はい、年中か年長のあれで言ったね、いまだに覚えてるのが、あの遠足でトイレがすごかったっていうだけ記憶があって、うん、ああそうなんだ、全然覚えてないわ、トイレの中がなんかこう、うん、研究所みたいな、なんだかわかんないけどカラフルな、そうなの、なんか水がボコボコしてるトイレだったっていう記憶だけがあるんだよね、トイレ研究所ってなんだよとりあえず10キラ書くわ、ああそれがいいよ、はいはい、で横に順位書いていき、まあ自分が見やすいな、全部、ああそのパターンね、うん、ちょっとまず10キャラ選定しなきゃいけないからさ、もうだって名前とかもすげえな、これ考えるんだもん、ポンポン冷えたいるぞ、ポンポン冷えた、お腹が冷えたキャラです、ポンポン冷えたポンポン冷えた、攻めてるな、攻めてる、へえ、ちょっと待って、新幹線ですね、これなんだこれ、なんだこれ、ちょっと待って待って、ダークグレープマン、ダークグレープマンの話してる違う、え、何、何の話、何言ってんのあれ、有名なあの人が出てこないんですけど、いないよ、もしかしてここに、え、有名なあの人後ろの方にいたよ、わかんない、どの人のこと言ってるかわかんないけど、有名なキティちゃん、いや、そう、そりゃそうでしょそりゃそうでしょって、そりゃ怒って珍しい、俺みたいな切れ方してんじゃん佐藤さんの切れ方をしてたそりゃそうだろ、ハローです、ハローキティ、あー、そっか、そうだよ、あー、いた、あ、いたいたいた、もうこんなんもう 1位だろ、絶対1位だろ、こんなの違うかな、逆に違かったら違かったらちょっと考えらんない、やっぱそういうわけじゃないけど、そういうわけじゃないさすがに気にしてる、考えらんない地雷踏まないようにちょっとしてる、ちょっとね、色々あるからね、あのあんまりね、うん、変なこと言えないからね、はいはい、こういうすごいなって思うからね、普通にね、こんだけキャラめちゃくちゃいる、すげえ楽しいね、こんな聞いたら、こんな聞いたら ねちょ全然、あー、こわー、これ見たことあるわめっちゃ、めっちゃ好きじゃん、サンリオあーとか言って、見たことあるわ、たかしさん普通に確かキャラ名結構詳しかったんだよね、いや、なんかたまたま当たったのがあったの俺覚えてる、めっちゃ、あー、そうか、
え、なんかさ、俺が知ってるのはこれさ、なんかセットになってんだけど、ソロではないよね。大丈夫かな。それは二人のキャラなんじゃないですか。いや大丈夫か。じゃあマナカナをマナとカナが一人ずつじゃなくてセットになって、そうそう、そうそう、マナカナって書いたの俺は。よ、でも大体10位は各キャラは近くはなってきそうだけどね。え、どういうこと。あ、だからあとあれになりそうじゃない、もうその何番なのかっていうとこの勝負になってきそうじゃない。はいはいはい、はい、まあ何キャラか違いはあるだろうけど、ね、そうお互い、はい、そう、俺も1キャラあと1キャラ10選びました。10位わかんねえよこれ。え、あれ、あの人いないじゃん。あの人がいないよ、だって有名な人よ。あれ、俺が見つけられてないだけ。名前、名前誰、送ってくれてもいいですよ。うわ、いたわ、いました、ごめんなさい。うわ、いるんかい。遅延来い。遅延来いだ。遅延来いって言うの。遅延とか、だって時間制限ないんだからいいだろ、別に遅延とか。はい、書いた。おい、では、K さんから発表。はい、あ、順位書いてない。順位だけ書いてない、どうしようこれ。あ、遅延来い。あ、チェンコイ、順位むずすぎる。あ、チェンコイ、あ、チェンコイ、順位がむずすぎる、どうしよう。あ、チェンコイ、マジでわからん。あ、チェンコイ、なんでこの人にはチェンコイって言われないんですか。いや、順位書いてないんですもん、だって。いや、なんで俺だけ。もう順位書いてます。もう俺最初から順位書きながらやってるから。ああ、はい、できた、順位書きました。はい、あ、早い、思ったより早かった。全然早かった。はい、ではKさんから発表お願いします。うん、バーン、はい、10位、うん、チャーミーキティ、はい、9位ポチャッコ、え、8位、はい、ケロケロケロッピ、7位、うん、バツマル、6位、うん、ディアダニエル、5位クロミ、4位グデタマ、3位、うん、ポムポムプリン、2位マイメロ、うん、1位ハローキティ、うん、これです。ハローキティ、はい、はい、おお、なんか全然多分半分ぐらい違う気がするぞ。え、そうなん。では高橋さん、はい、バーン、10位バツマル、9位ケロケロケロッピー、うん、8位クロミ、うん、7位リトルツインスターズ、6位グデタマ、うん、5位ハンギョドン、うん、4位ポムポムプリン、うん、3位マイメロディ、うん、2位ハローキティ、うん、1位シナモノール。なんそれ、シナモノール、なんそれ。ケイさんね、うん、あのシナモロール言ってなかったでしょ。え、そんなやついなかったよ。いるわ。えぇ、ー、むちゃくちゃいるわ。待って、それずるいずるい。俺それ知ってる。いやいやいや、ずるいの意味がわかんない。いやいや、俺そのキャラ知ってる。知ってるようじゃないの。ずるい、じゃあ関係し、ずるい、ちょっと待って、ずるい。ずるいとかじゃないの。ずるい、ずるい。ちょっと待って、ずるい。ずるいの意味がわかんない。ずるいの意味がわかんない。俺そのキャラ絶対人気だって知ってたよ、だって。やばい、やばいよね、この人。この人やばい、めちゃめちゃいるから。いや、見てないだけよ、見てないだけよ。ずるい、それずるいよ。鬼のようにいるし、俺絶対シナモロールむちゃんこ人気だから。なんなら俺チャーミーキティ知らんから、そのコマキさんだから。ちょっと待って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 、何チャーミーキティって、どこ。チャーミーキティってどこ。知らんから、俺も知らないんだけど。してるから、あ、まあ人気なのかなっていう、まあ人キャラって。あ、めっちゃ猫のね。あ、このあの本当人型っていうかは猫型のキティちゃんね。なんかだからチャーミーキティ、あ、キティって入ってるし、はい、人気かも。え、ちょっとずるい、そのシナモロール俺知ってるんだけどね。ちょっと待って。いや、知らん。じゃあ入れろよ。じゃあ書けよ。なんで書かねえの、知ってんの。知ってんなら書けちゃうし。そういう。うわぁ。そういうずるい。見過ごしたよ、完全に。ずるい。いやいや、完全に見てないだけやな。俺も見つけたし、人気なの知ってた。うわ、終わった。これはでかいよ。じゃあ発表していきたいんですけれども。はいはい、まあ、え、これさ、じゃあ何、10位以上の人はめっちゃ加算されちゃうってこと。10プラスにしましょうか。あ、10プラスでいいのかな。10プラスでいいか。あ、もう10位以上の人はもう10プラスにしちゃいましょう。だから、あ、全部一緒、全部一緒、一緒にしよう。さすがにね、はいはいはい、そこの誤差はね、はいはいはい、あんま意味ないからね。なるほどね、はいはいはい。でも10位から発表してますから、はい、今日は、はいはいはい、後にめっちゃ入るって感じです。だからドバドバドバっとね、終わりや。10の加算がいっぱい来るで、で10の中にあるやつは誤差ですね。はいはいはい、はいはい、その順位からの誤差ね、はいはいはい。では10位発表します。はい、Kさん何でしたっけ。チャーミーキティ、はい、チャーミーキティ、これバツマル、バツマル10位、はい、うん、バッドバツマルでございます。見たわけ、やばいじゃん、マジで。いや、俺たまたまだよ、これはマジでたまたまだ。見たでしょ、これ。
見たでしょ。これ絶対言われると思った。ビタ当ての方が絶対言われんだもん、そういうの。ビタ当ての方が言われんだから、そんな。やめてよ。ビタ当ての方が言われるって何なの、これ。頑張って当てたの。俺ちなみに本当に1位しか知らないから。1位だけはニュースで知ってたから。まあ、あのニュースや。そこはしゃあないね。そうそう、あと有名じゃんだって、これもうね。うね、まあ、人気なのよ。そうなんだ。そうそうそう、なんなのに計算書いてないから、本当に俺知ってたもんだから。めっちゃおもろい、シナモロール、めっちゃおもろいわ。だからバツマンなのにず、ここにタカさん、まあ、ゼロってね書いておいてくださいね、その誤差。あ、ゼロね、はい。で、計算まだ出てくるか分かんないか、入ってたら誤差になるんでまだ分かんないです。え、俺バツマル書いたよ。ん、ああそうだ、バツマル書いてはいいのか。うん、あの7位です。あ、じゃあバツマルの方、あ、じゃあ誤差3ですね。これどこに3って書いてる。あ、バツマルの横に3、うん、か3でいいんじゃないですか、うん、はい、1,2,3 だからね、はい、はい、では9位、うん、はい、誰書いてますか。ポチャッコ、ポチャッコ、私はケロッピ、ケロッピ、うん、9位タキシードサム、うん、なんだそれ。え、あ、なんか前出たか。前出た、あのペンギンみたいなやつ。あ、なんかクイズでやった気がするわ。うわー、人気なんだ。わかんない、タキシードサム人気。まあ、名前むずいよね、はいはい、うん、一応画像送っときました、うん、この可愛いキャラです、はいはい、ま、ほんとだ、でその分誰か他のキャラとあれってなってますから、どっかでまあ 10加算はもう確実ですよね。やばいじゃん、ありえるよね、うん、それはね、だからまあこの時点でお二人は何も書かなくて大丈夫ってことですかね、はい、一応ね、はい、最後にそこは発表しますか。はい、すごいな。では8位、はい、うん、8位はケロケロケロッピ、ケロケロケロッピ、あ、そこがね、私はクロミ、クロミ、うん、クロミちゃん。8位、リトルツインスターズ。何それ。おっ、え、タカシさん何位来た。俺7位に書いてる。うわ、何それ。じゃあ1だ、1、はい、誰リトルさんって。リトルさん見たことある。リトルさんじゃないよ、キックザカンクル、リトルリトルって言いました。違う、リトルさん、そのリトルさんじゃない、書かない、この2人、ね、これを言ってたんでしょ。そう、これを言ってたの、これを言ってて、見たことあるよ、そうそう、おでしょ、これ有名だよね、うん、名前あるよね、名前おのおのが分かんなかったから、そう、ちゃんとコンビ名で書いて、なんかあるよね、ララとかなんかキキとかなかった、なんかそういう系、あ、そんな感じだったっけ。キキとララってリトルなんかだか、あ、そんな感じだったかも。違う、あ、そうだそうだ、あったよね、そう、うん、キキララ、キキララだったら分かった、計算、あ、あったよね、キキララだ、あ、そうそう、うん、なんかカレーとかあったよ、はいはいはい、これ昔ね、カレーとか、あったあった、カレーあった、ね、うわ、あったわ、うん、カレー、うーわ、美味しかったな。計算入れてもいないっけ。入れてないです、だってそもそもリトルなんとかは知らないもん俺。まあ、なるほどね、だから知らないで、知らないからじゃなくて、あの再度送ってくれたんだけど知らないからの一点張りはもう無理よ、たくさんあるけど、ね、探してほしいですよね。そう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 、変なキャラ入れてんだね。いや、そうそう、変なキャラ入れてない、俺知ってるキャラ入れてないよ、全部。10位のやつなんでしたっけ、まだ入ってるか分かんないけど、ジャミキティは知らないよ。ジャミキティは初めて知ったけど、ね、猫もね、キキってやっぱ入ってるからやっぱ人気なのかなっていうさ、まあ分かんない、入ってるかもしんないからね、分かんないからさ、はい、うん、うわ、来たわ、俺結構いいとこ来てるぞ、俺誤差ほとんど少ないね。では次7位発表です。はい、ケイさん7位は、7位はバツマルで書いてたね、バツマル、はい、うん、私はリトルツインスターズが7位で書いてます、うん、リトルツインスターズ7位はハンギョドンです。ハンギョドン来た来たぜ、うん、俺5位で書いてるから2いないですね。ケイさん、ハンギョドン書いてもう勝敗方も分かってきたようなねえ、もう俺勝ちやん、もう1位も分かってるし、いないですねほぼ勝ちだぞ俺。今画像送りました、見たことあんじゃない、これ前クイズで出たよね、出た、なんか結構人気だった気がする、確かに。そういうことか、そう、どんどん人気になってきたんですよね。へえ、ね、なるほどね、はいはい、はい、これ来たぞ俺、うん、では6位、はい、K さんは、ディアダニエル、うん、ディアダニエル、はい、タカシさん、私グデタマですね、グデタマ、6位はマイメロディ、おー、お、書いてある、マイメロ、マイメロちゃん、2位にしてました、私、あ、じゃあ4で、私、じゃあ、4? 私3だ、俺3位に書いてるから3位、あ、3、はい、あれ、ここでも3、ここでもリードリードこれ勝ったんじゃねえか
買った説あるぞ。早くも。マイメロディね、確かにもっと人気でもいい感じはありますね。ね、あ、ここなんだね。うん、確かに全然ね、トップ3ぐらい入ってそうなイメージなんだよね。うん、では5位。はい。はい。Kさんは。5位クロミ。クロミちゃん。うん、はいはい、私はハンギョドン書いてました。ハンギョドンだ。うん、5位はハローキティ。キイちゃんが5位なんだ。5位。Kさん何位にしてました？1位。じゃあ誤差4ですね。はい、私は2位に書いてたんで、さあ3ですね。キティちゃんはね、まあ、違うんだ今。意外だね。意外だね。もっとトップ3は入ってるイメージがあるよ。なんかすごいね。でもナルトとかも入ってなかったっけ、トップ3。そういうことか。でもやっぱ主人公1位ってすごいことなんだね、やっぱり。なかなか、まああるのもね、描き方にもあるんでしょうけど、なかなかね、1位じゃないのね。えでも分かんないです、まだハローキティよりもあの K さんの10位何でしたっけ、チャーミーキティね。チャーミーキティの上の可能性もありますからね。可能性あるからね。ね、飼い主を超えていくパターンね。うん、ここでも高橋さんの方が上だと、うん、はい、もう今入ってましたね。もう差的にはね、勝ったかすごい、まあ、ゲーム的に盛り上がりはゼロですけれども、まあこのままランキングを楽しみましょうね。はい、そうですね。で、第4位、はい、Kさんなんて書きました？腕玉。どっかビターってしてほしいね、高橋さん、ね、私ポムポムプリン。ポムポムプリン、うん、第4位ポチャッコ。どう？入ってる。ポチャッコ書いてない。9位にしてます、私。おお。ってことは。高橋さん入れてもいない？入れてない、ポチャッコ。5位、5です、5。おお、これはでかいよ。でかい、でかい。おえ、ポチャッコってどういうやつだ？ああ、この犬か。ワンちゃんですね。あ、人気なんだね。これね、なんで俺知ってんだろう。なんでだっけな。でもなんかよくさ、あの幼稚園の時とかの、その、うん、カバンについてたりとかさ、うん、なんかその、イメージあるよね。ちっちゃい頃なんか触れてたイメージもあるわな。あ、そうね。なんか俺、うん、あのこれ言ったら思いっきり別にバレちゃうと思うけどさ、なんかうん、何を言う？何を言う？銀行の通帳とかになってる気がするんだよね、これ、このキャラ。ああ、なってたかも。ああ。たまにあるじゃん、キャラクター、どっかの会社さんのさ、銀行でキャラクター通帳になったりするときあるじゃん。え、あの2種類選べますって、うんうん、昔ね。今は通帳とかあんまないけどさ、はいはい、あったんだ、うん。そうだ、だから覚えてんだ。あ、このキャラだったんだ。そう、確かこのキャラ使ってたことがいたんだよ。あ、どこ銀行を使ってたか分かる。あ、でも何種類かあるっぽいよ。ああ、そうなんだ。ああ、でも K さんここだ多分。一回もね、ここのちょっとここ寄るから待っててって時があったんで、多分ここな気がするな。あそこだな、じゃあ。私銀行名バレても別に悩んでる。まあまあ別にまあね、まあ何個も持ってるしね、多分。まあまあね、そうそうそう、なるほどね。では、はいはい、はやる第3位ですね、はい、もう3位か。もう3位だよ。はい。第3位。はい。Kさんは何て書いてますか？ポムポムプリン。ポムポムプリン。私、マイメロ。マイメロということはもう、ビターではない。出てますね。うん。第3位。クロミちゃんです。クロミ。ああ、俺8位に帰ったわ。1、2、3、4、5。私、5位です。だから、おぉ、2でいいの？あ、2でいいです。Kさん、勝ちあんじゃない？ある？本当？クロミちゃんなんか人気なんですよね。ああ、なんかいいキャラしてるよね、結構ね。そうですね、ちょっとなんていうんで、うん、そう、悪ではないですけど、ちょいさすがっこ的なね。なんかちょっとバイキンマン的なね、なんかその敵なんだけど頑張ってるみたいな感じがあるからね。では第2位。はい。はい。私キティ書いてました。ああ、Kさんは。マイメロ書いてました。ああ、はいはい。第2位は、うん、ポムポムプリンです。おお、プリン、ポンポンプリン。私4位だから2。私3だから1位かな、うん。そうですね。1だ、そこは。1、うわ、強い、Kさん。一生懸命Kさんをフォローしてるけど。やった、応援ありがとう。みんなチームプリンだね。大好き、いつも一緒だよ、というコメントを出されております。うんうん、その人気投票でね。ありがとうございます。ここで発表会してるみたいになってるけど、先生勝手にやってるだけだから。ただね、2位というのに、まあ、甘えず1位も目指してほしいところではあります、はい、うん、ポンポンプリンでね。すごい解説がいるな、実況が。では第1位、はい、第1位発表です。 K さんは、はい、キティちゃんですね。ハローキティ。はいはい。大橋さんは、はい、シナモロール。うん、第1位は、はい、シナモロールです。おい、
ビタテ。なるほど、ね、ビタテ2位。シナモロールが人気、もう何回か何連覇かしてる気すんだよね。そうそう、なんか難関化してんだよね。強いんだよね。毎回そうみたいな。めっちゃ強いみたいな。はい、ということでちょっと足してください。えっといなかった。これ書かなかったね。やつはプラス10ですね。何いなかった、はいはい、ね、グデタマっていなかったっけ。グデタマ実は入ってないんですよ。あ、そっか、グデタマ13位に入ってます。グデタマ10。あ、惜しいんだ。ケオッピも入ってないね。ケオッピ12位。あ、惜しい。あ、惜しい。ディアダニエル、これその2人だけだ。ディアダニエル、ディアダニエルもちょっと俺ら怪しいと思いながらもうディアダニエル29位。あ、29位。あ、チャーミーキティ30位。はい、あこの2人は並んでる。なるほど。チャーミーキティ、これ何なんだろうね。なんかキティちゃんの猫みたいな感じだよね。なんか、うん、この2頭 2足歩行じゃなさそう。4足だよね、だからね。え、4足だ。人獣型と獣型説だよね。だからちょっと前のクイズでやったけど、なんか人獣型ね、人獣型とか言いたくないけど、はい、あんまり。うん、はい、では足し出した。もう足し出した。早っ、すごい。あ、ここの秒数もプラス加算されます、うん、なんでなんでなんで。では、タレスさん。はい、私全部足した数、うん、36。あ、タカシさんで36。誰が入ってなかったんですか、タカシさんは。グデタマとケロッピーだね。ああ、そういうことか、うん、グデタマとケロッピーの細かいのが、そう、あと全部入ってて、シナモロールとバツマルはビタ当てしましたね。おー、すごい。1位と10位だけ見てた説もありますね。そういうことだ。してないですし、そういうことだね。あの、見てないですし、なんで、ビタ当ては加算ないんですか、むしろ。なのに、10位以上は全部ひっくるめて10みたいな、大外ししてる人に有利な、この、展開。ビタ当て10でもよかったんだ、じゃあ確かに。うん、ビタで10じゃないだろ。ビタ10なんでマイナスしてとかあってもよかったんだ。ね、そうそうそう、ビタってはね、そうそう、なぜか、うん、不利な人にすごい有利なシステム、うん、では、はい、まあ36でした、はいはい、計算、はい、はい、59でした。むちゃ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 足してた。いなかったのは、グデタマケロッピー、ディアダニエルとチャーミキティですね。はい、4キャラ。4キャラ結構外してんね。もうそこで40、うん、もうそれで勝ちだわ俺。そこで40だから、うん、ディズニーとかとはまた違ったこの読みになるよね、うん、はい、ということで、うん、また来年お会いしましょう。また来年ね。これ年一企画で決定してるんだ。生配信で生放送でやってもいいかもね。もうこれ発表される日の。いや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 。ガチ勢だって。サンリオチャンネル、サンリオ応援チャンネルだって。うちで言うワンピみたいなね。発表される日ワンピースファンチャンネルみたいな。やってもいいかもね、生配信。絶対そういう方いるって、そういうサンリオファンチャンネルの方が。絶対ガチチャンネルになってるって、それ。多分発表される日が、ね、あるから。ね、いや、そういう方いらっしゃりそうだな、YouTuber の方。あ、でもディアダニエル1回3位取ったことあるらしいですね。マジで。第17回、今回第何回なんだろう。だからディアダニエルも相当人気なんだよ、うん、ねえ、うん、惜しかったんだじゃあ、うん、そんなに入れ替わんだね。今回で38回なのか。あ、違うか。あ、38回目だ。38回。17回は結構古い。いや、20年前よ、もう。20年前、少数精鋭だった時の3位ですね。あ、そうだね、もう新キャラがこの20年でもういっぱい出てる。なるほどね。ちょっと 新世代の新世代のタイトルにやられた。なるほど。うわー、リアルだな、その辺。なるほどな。はい、ということでまたやっていきましょう、はい、来年。はい、はい、見たい絶対方高評価お願いします。はい、今日はここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。メインちゃん、タビちゃんも見てください。明日も楽しみ、またね。来年そんなに入れ替わるかどうかですね。